おはようございます。少なくね？いや、今7時30分。いつもこんな少ない？もっと車多くなかったっけ？いや、もっと多いっすよ。今日天気悪いからじゃないですか。天気悪いからか。金剛さん。はい。久しぶり。いつ以来？氷瀑以来？氷瀑以来です。泊まりで言うたら結構空いてますよ。鉄板以来やんな、多分。鉄板以来ですね。今日は厳冬期。はい。近しいような環境の中で、はい。テント泊といたしましょう。で、今日おしゃれですね、なんかファッション。ん？どうしたんすか？めっちゃなんか、めっちゃおしゃれですね。それ、ジャケット、シェルの下どんなになってんすか？え、それ、セパレートしてんすか？どれですか？サロンみたいな。これ？はい。これ、スカート。あ、スカートか。レインスカート。へー、レインスカートやねんけど、はい、実験してたら、はい、これ巻いてたら非常にあったかいんです。ああ、でしょうね、うん、僕もこの太もも周り冷やすの防ぐの好きっすよ。だからもうレインスカートと言いつつもうデフォルト装備にしちゃおうかなと思って。へー、靴、え、あ、トレランシューズ、はい、ついに行っちゃったよ。行っちゃったんすね。どう出るかやけどね。まあ、あの実験はいつも楽しいものなんで、うん、あ、ビスロンファスナーなんですね、ジッパー。そうですよ。で、3レイヤー、あ、なんかちょっと、いや、3レイヤーちゃうわ、 2.5 レイヤーやわ。正解、 2.5 で、はい、このファブリック自体はね、はい、日本製なんですよ。日本製のメンブレンを、はい、スウェーデンで仕立てたっていう、うん、へえ、あれっすかね、ザーミタックスかなんか。違う、ね、はい、あ、何やったっけな。いや、いいっすよ。なんかそういう格闘技のキャラいたな。ガロー伝説かな。キングオブファイターズかな。あ、キングオブファイターズや、そう。何やったっけな。なんかどっかのバンドのベーシストっていうキャラ設定の紫色の炎をなんか出す。なんかいたな。あ、そうです、そう。ボンテージパンツ履いてたけどな、確か。よし。じゃあ、行きますか。ウェイ。もう、スーッと行きますよ。スーッと行こう。はい。今が、7時45分。はい。地面の遠くだけ気をつけて。はい。いやー、多分行っちゃいますか。てか僕、いや、めっちゃ安い。あの体重落ちたから、うん、ああ、体幹能力が低くなってるんで、まああるかもなっていう。ああ、インシュレーション来た状態で20キロ背負うとめっちゃザックが文句言う。あ、言うやろな。はい。なんか落ち着かへんねんけどってテラフレンが僕に言ってきます。フラフラするって。復活してほしいなぁ。クラウドファンディングマジでやったらええのに。なぁ。はい、もう何億円かかかるよ。2億円ぐらいって言ってたっけ。はい、マジでかかんのかなぁ。ほんまに廃墟になってもてんな。いや、もう完全にあれ言われてるでしょ。あ、メンテナンスもしてないでしょ。でしょうね。する意味ないわ的な。なんかでも寂しいですね。ねえ、今、はい、8時20分、そうですね、35分。めっちゃ速いペースじゃないですか。ちょっと顔マジじゃないですか。しんどい。でもなんか病的なあれじゃないんで。ああ、単純に運動強度と心肺パフォーマンスが似合ってないだけ。すぐリカバーできるダメージですね。メガグリップやべえよ。何がめちゃめちゃ食うよこれ。まあ、そういうの辺が先みたいなあれなんで、うん、いいんじゃないですか。モンベルのトレイルグリッパーもすげえいいって言いますらしいね。でもすごい減るんですよ。ヤクシマ最強らしいね。あれ、あ、ヤクシマ最強らしいですよ。ただめっちゃ減るんですか。ああ、それでもしゃあないっすわ。まあそらそうやわ。はい、そらそうでしょ。あの
グリップするけど減らないって嘘って言いますよ、ね、ビブラムポールが何がええってバランスはいいことなんで、やっぱ、うんうん、お前はビブラムや。あ、そうなんすか。はよ言うてくださいよ。いや、メガグリップってビブラムって常識じゃないんですか。いや、知らんかった。そんな懐古的な靴ばっかり履いてるからや。現代にも目を向けろ、現代にも。リベラルドルフ全否定ってわけじゃないっすよ。ミシェランチ日曜バスに立った。ああ、俺がでも UL 化始めてからまだちょっと理解広がったよね。広がりましたね。もともともっと極右やったけど、あんた。ああ、極右ですね。よし、補給すっぺ。最近気づいた、はい、UL の一番の魅力って、はい、平気でザック下ろせることやと思う。いや、それはでそれ僕できないですか。やろう、はい、なるべく背負ったまま済ましたいや。まあそうですね。ドルフ氏がよく言う言葉を借りて、うん、僕も思うことで UL のことで見たいのは、うん、UL が嫌いなんじゃなくて、うん、UL やってる人たちが苦手なんです。うんうんうん。中の頑張ってるまともな UL の人らっているんですよ、うん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 、そういう人たちを僕は応援したいと思ってるんですけど、はいはいはい、UL の中でも派閥がどうもあるみたいで。あるね。それについて、まあ、うん、統治するというか、はいはい、そういう部分においてやっぱその YouTuber の役割大きいかなとは思ってます、うんうん、でドロシなんかはそのまともな UL の方に僕はいけると思っているので、その点において評価しようね、頑張っていただきたいなと。でもな、はい、もうあの根底から覆すこと言うで、はい、俺 UL 無理やと思う。あ、なぜか、はい、どう計算しても、はい、UL の定義である 4.5 キロ以下にならないの。ああ、なるほど。まず撮影装備、これ決定的なハンデだよね。はい。でまずUL の人が基本的に省く安全装備ごっそり持ってるよねもうこの時点で無理やねん、うん、安全装備だから俺は、はい、あの最近流行りのさ、サブって言葉があるじゃない、サブ3とか、はい、サブ 4.5 とか、はい、アッパー 4.5 かなって俺は思ってる。 UL になるべく近づきたい。ニアリー UL。いや、もうちょっとおしゃれな考えてください。おしゃれな。いやいや、そらだって、だって言うて、あなた6500人のチャンネル登録者を持つ YouTuber なんで、そらちゃんと、うん、なんか言葉考えな。でも俺あのさ、はい、いわゆるさ、あの自分で自分のことアーティストっていうやつとかさ、はい、自分で作ったもん作品とかやつ嫌いなんよ。知ってると思うけど。知ってますけど、うん、だからそういうなんか名前でどないかしようみたいなあのスタイル俺すごい嫌いやから。でもあの、まあ、パッと思いつくのは、うん、ウルトラライトじゃなくてコンフォートライトなんでしょ。あ、コンフォートライトっすね。 CL じゃないですか。 CL やね、はい、うん、それでいこう。ほんじゃコンフォートライト、うん、決定。はい、決定。うん、決定。でもコンフォートライトってめちゃめちゃいいことですよ、うん、でもウルトラライトやろ。ウルトラの一個手前やからスーパーライトでいいんじゃないの。アサヒスーパーライト。キリッとした背負い応え、うん、あと行く炎かなドルフスーパードライ。それもう赤飲んでる。それは飲んでる感じに、ね、トップの苦味を感じてる。背中で感じな、喉で感じてほんまやな、はい、だからあの私このスタイルやり始めて気づいたことは、はいはい、この間のハクさんも結局あの温度で寝たじゃん。別に苦しくなかったんだ。だから俺このスタイルにおいて、はい、我慢とか苦しさとかって全くないのよ。そういうことっすよね。で、あの正直その今俺がこのスタイルやり始めて、はい、めちゃめちゃ楽しいの。それコンフォートですね。なんでかっていうと、はい、自分が苦しくなく限界まで削るところのラインを見極めるのが楽しいね。ああ、趣味楽しんでますね。そうそうそう。僕はどん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 守りに入ってきますから、ね、老害やもんね。老害するでもドルフ氏の言ってるその新しい道具の価値観とか、うんうん、その選択基準とかっていうのは、うん、非常に興味深いですよ。
あのその、はい、言うてドロフ氏がやった情報のお裾分けを僕持ってるわけじゃないですか。ああああ、別に僕じゃなくてもいいんですよ。まあ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 ね、視聴者の皆様にもできることなんで、そこの情報価値っていうものがきっと求められるところなんじゃないですか。ああ、ドルフのフードキャンプ、すげえもんな、たわみ方が。ああしんど、ドルフさんペース速くないっすか。やめて、もうやめて、しんど、ああ無理、ああ無理、諦めた、いや無理、諦めよった。いやセーフティーかかったんですよ。え、セーフティーがかかったんです。ああ、あれもうお地蔵さんとこか。そうっすよ、早いんじゃ、早いんですよ、早いんじゃないってなんか言い過ぎましたけど、早いんですよ。ああえ、怒られてる俺。いや怒ってますよ。だってまだ1時間ちょっとっすよ。お前らすごいな。3時間っすよここは。はあ、僕らいつも3時間で登ってたんですよ。ドロフさんひどいです。何じゃリカちゃんね。ああ、僕読まなあかんのっすか。そうそうそう、ちょっとおっことさん。でかちょっとでかい。今後俺都合悪になったらリカちゃんになるから。いや、あの体重差ってもんがあって相手もいや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 軽量みたいな。あかん、はい。ドルフのブートキャンプ。あとごめん正直な、はい、俺最近な、はい、あなたに対してそのどうこう言うつもりは全くないで、自分の中で、はい、オーバースペックに振るっていうのは負けな気がしてきて。ああなるほど、ごめんな、あの全然ほんま罵るつもりないで、あなたに対してそれを強制するつもりも全くないねんけど、俺ほんまにそのちょうどいいところつきたい欲が強いねん。あでもそれはドロフ氏のそういうあれがありますよ、やっぱり。それはでも自然な流れ、だから今回はこれが寄せ、あ、ショーゴがだからコースタイム設定してそれ通りにやるのがおもろいっていうのと一緒で、はい、でしょうね、うん、はい、それは俺多分ギアやね、必要求められるギアのスペックを考えてそれ通りの組み立てをして、ちょうど寒すぎず抜くすぎずみたいなところをつきたいね。で軽くなんかレースとかですもんね、どこまで行っても。そうやねんな、多分、うん、そういうことやと思いますよ。うん、レーサーなんなんとなく分かりますよ。このまま広場を見ますよ。はいよー、9時、おお、1時間20分。早いな。最初の頃って今やっとクルノ峠着いたぐらいちゃうかったっけ。まだ着いてないと思う。着いてなかったっけ。早いな、おい。そんなに急いでどこに行こうというのかね。バス。でも金剛山ってさ、はい、ここがさ、もう下山やん。もう下山ですよ。登山してるけど、山頂着いた瞬間に下山する。下山やからな。哲学的な山ですけど、はい。ここレスキュー来れるんだよ。なんや。いや、ほんまね、ロープウェイあかんねやったらバス出しって思うけどな。ああ。やろ？はい。バス出して、こうなんぞ営業再開したらええのにってほんまに思うねんけどな。いや、マジで。バス出したらええやん。あの、大きいバスじゃなくてさ、ほんまにそのハイエースぐらいの、10人乗りぐらいのバスでええやんか。あれ、はい、ピストンでずっと走らしといたらええやんか。行けるけど。なんやったら俺運転したのか。おやおや。ちょうど2時間。なんか目落とすぎ、はい、めっちゃ久しぶりに 見た気がする。いや、屋久島感やばいですけどね。ねえ、立派やね、ほんま。目落とすぎはいつも立派っすね。いいよね、仲良さげで。そうですね。何千年もずっと一緒にいるんでしょ。でも本人たちがもし男同士ですごい仲悪かったりとかしたら、はい、なんすか、なんで俺ら夫婦にされなあかんねんって言ってちょっと怒ってそうとか。擬人化したいんですね。そう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 、杉娘最近香水にハマってそう。
いや私いつも同じ匂いするからみたいな、いや花とか咲かしたいみたいな、いや私ブームになるずっと前からビーガンやからみたいな、そうね、あれボヘミアンラプソディ流行った時にさ、はい、突然あの昔からのクイーンファン増えるやんかあれは増えた増えたよな、増えた笑っちゃうよなあれほんまな、いやいいじゃないですかまあでもいいでしょ、ただ増えた増えたよなで俺とか翔吾ってほんま言うてさもう20年前とかから、あそうそれはそうやんか、はい、いやそれははい、あ、そうなんや、昔から好きなんやって、もう笑ってまうねほんま、あの、で、一番やつだったのはI was born to love you ってあの曲あるじゃないですか、うんうんうん、あれ、クイーンじゃなくてソロやから、そう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 、あの曲いいって言っちゃうと、そう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 、あの曲、あのソロでやった時に、はい、クイーンの他のメンバーブチギレやからっていう、はい、あの曲がいいとか言っちゃうと、ちょ、それはーってなる、Good morning. ドルフのブートキャンプ。Good morning. で、今から山頂広場行くけど、はい、帰りこっちね。はいよ。こっち経由で。行け。あのライブカメラにいつも映ってはる人やね。あの気温計。そうっすね。そうっすね。0度ぐらいだと気持ちよく歩けるね。そうっすね。気付けてくださいよ。相手につけてないか。こけちゃうから。あれな、まあ、熱々のおでん持って隣歩いたろか。おでん火傷しない神話とはダチョウクラブな、残念でしたわ、あれはショックやったな。せっかくやからちょうどのライブカメラ映っていこうか、映っていきますか、もうあと10分やしな、はい、ドルフのブートキャンプ一番でも今回の山でお会いしたかった人らに会えたから嬉しいな、嬉しいですね、無理やと思ってたんで、なあ行けなくて残念ですって聞いとったから、はい、私たちも残念やな言うとったからな、いや嬉しいな、ほんまにでもデーンって帰っていきはったけど、はい、かなり無理して来てくれはったんじゃないかな、かなり無理してるいや多分予定があるのに来てるんですよ、やんな多分、はい、あの感じだ多分あれやろ、はい、車乗った瞬間ユーロビート流れてんのやろ、いや100流れてますめっちゃ後ろから圧力感じる、おう、なんで、なぜそんなに追い立てるのですか、ペースが遅いと追い立てるのですか、多分根がね、はい、スピード強なんですよ、まあそうでしょうね、うん、ナチュラルボーンクレイジートレイン何で日本の線を外してきてえなねちょっと人のちゃんとレール持って走ってくださいよスピード強じゃなくてむちゃくちゃやってるだけですよ、あそうか、はい、でもあながち間違ってはないと思うけどいやまあそうですけど、いやーたまんねえな、なんじゃこいどろどろしい、いや俺はピリカタやそのリカちゃんバカすぎひん動物であるすごい使い手なんちゃうの、おっこつさん、おっこつさんはそうですね、そんな呼び出した呪いに潰されてるって、はい、ただのバカじゃないですか、まあそうですね、バカですね、ドルフのブートキャンプ、廃墟やないか、完全に廃墟、ああ廃墟なっとんな、人がいないとこんなにもすぐボロボロになるんですね、悲しいな、悲しいな、なんかなんとかならんかな、クラファン、はい、クラファンな、クラファン、おう行きますか、なんか寂しいな、ほんまにな、はい、
いやまあそういうもんなのかもしれないですけど、髪の毛切ったんすか？え？髪の毛切ったんすか？切ったで。何切ったんすか？伸びたかれ。僕も切りましたよ。あ、そうなん。はい。あ、頭めっちゃ可愛いっす。横4ミリに仕上げた。坊主？ほぼ坊主。なんか僕発言おかしくないですか？なんか寄ってるみたいな喋り方してません？おかしくないですか？でもおかしくないですかって言われたらおかしいけど、はい、それが普通といえば普通やんか。もう知り合った頃からおかしかったから。なんだもうええか。16番。看板新しくなってる。ありがたい。いやここをキャンプ地にしましょう。ここをキャンプ地とする。はよ。キルゾーンに踏み込んでるわ。ただ脱出しないと。できるんすか？まあそうですね、あの湿気があるからちゃいますか。これ乾いて火あれしたらめっちゃ寒いですよ。ホンシャレイキャック。いや。ドルフシー、早く飲むでござるよ。わお。本日は晴天なり。いつもご視聴いただいてる、方から、うん、なんとお差し入れをいただくというこの。うん、はい、分かっ、はい、どうぞ。僕たちの大好きなハイネケンと、はい、これも動画内で過去取り上げてるメーカーズマーク、はい、おせんべいと、はい、梅昆布茶じゃないですか、これ梅昆布茶の唐辛子入りじゃないですか。いただきます。あーすげえ、いやなんか、はい、愛を感じるわ。愛を感じますね。とりあえずいただきますか。いただきます。スプラッシュ、スプラッシュ、つらそうやわな。はい、うっさっさっ、お疲れっす。いただきます。いただきます。イラク、それ何なの？食堂がパカッつって、あ、3つ目の目じゃなくて食堂が開いてんの？食堂が開いてんす。あー開く、どっちよっかな。あ、これあれじゃないですか。例の事件の。あ、これもう届いたんですね。いや、これは、はい、あ、はい、ちゃうわ。一個持ってたやつと一個届いたやつか。あ、へえ。うん。いやー、はい、すぐ対応してくれたんですね。うん、してくれたんで、そのもう今は全然ムカついてるとかないんですけど。頑張ってくださいでしかない。まあまあまあ、うん。いや、まあそのやっぱなんかその製造物作ってたら、いや絶対あるんですよ。そうそうそう、絶対にそのなんかトラブルとか起きるんですけど、それにどう対処してくれるかって言われて、今回の対処は全然そのね、ベストでしょ。ベスト、ほんまにさっと対応してさっと代品くれて、さっと謝罪文掲載してっていう。早かったっすね。で、僕にはその、はい、すいませんでした、ごめんなさいねっていう直筆のお手紙まで同封していただいて。へー、うん、結局起きたのってシーム処理がなんか甘かった。この上の圧着部が、はい、オートマティックオープンサービスがついてて、もう開いとったんですよね。そう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 。ほんで、はい、うわーって俺怖い、びっくりした、はい、部屋家で、はい、パッキングいろいろそのどうしようかなしようかなって食い物入れながらパッキングしてたら、はい、バックパックの中がすごいジャリジャリしてて、うわ、はい、まあ、要はクスクスなんですけど、うん、うわーって言うた瞬間、どうしてん、もう最悪やねんって、最悪って言って2人が来たからね、はい、もうってほんま最悪やわ、クソなって言ったら、はい、じゃあうちの3歳の娘もクソギャって言ってたわ。悪いパパになっちゃったから、
あの爆発したー言うて、うん、爆発みたいな爆発クソがクソがどうしよう保育園でクソが言ってたそれはパパの問題です。まあちょっと多少ちょっと塩味きついかもしれないですけど涙で涙でいやぜひ頑張っていただきたいです。うん、あの味はほんまに抜群やからね。ただそのパッケージに不良があるとその安心して持っていけないっていうのはやっぱそのこういう食品として致命的やからね。そうですね。まあ僕はあのあれですけど短縮やらせてもらってるんであれですけど、ドルフさん編集大変やと思うんでなんでこの楽しい時間にさそうやって現実に戻すの。やめてやめてよ泣き言でもこれ、はい、これちょっと、はい、いや今回の一件で、はい、その、はい、家でもそのパッケージ開いてしまったやつを、はい、嫁と一緒に食べてたんですよ、はい、その家でも食べてみって嫁に前から言うててんけど、はい、でそんな高いのもったいないからいらんって嫁には言われとってんけど、はい、もう持ってかれへんから食べよう言って一緒に食べたんですよ、はい、嫁めちゃめちゃ感動してたよ。いやそれでもほんまにめっちゃ美味しいですよ、うん、メーカーズマークいただきます。ルパン大砲だ。せとった。おいメーカーズマークの開け方失敗するってなかなかダサいけど大丈夫そこおしゃれに決めなあかんとこやと思うかまあもんか。そんな力任せにやっぱ初め開けたてのコポコポコポっていくのがいいんですよ。いったんか。あのいいもういい、うん、いただきます。メーカーズマークって、うん、いっぱいそのシリーズがあったんですよ、うん、でもこのバーボンのショーで1位取った時にめちゃめちゃ売れたんですよ、うん、でその時にこのレッドキャップのやつだけでは製造は止めんとこうと一生懸命売り続けたっていう歴史のあるバーボンなんで、うん、あー美味しいわ。でもメーカーズってさ、はい、そのこのクオリティのウイスキー、はい、バーボンがさ、はい、あの薬局とかさスーパーで買えるっていうのがびっくりやよな、はい、やっぱちょっとレベルがちゃうもんな。そうですね。あやっぱフィニッシュ長いな。ワイルドターキーとか結構辛口なんですよ。辛いっていうのは、うん、あのドライティーみたいじゃなくてスパイシーっていうか、うんうんうん、ほんまピリピリする感じの辛みがあるんですけど、タンジェント。はい、なんすか。何でもないです。あの僕でもバーボン飲みたいですって言われたら、うん、あのメーカーズマークはから行けっていうぐらい、うんうんうん、バーボンなんですよやっぱり、うんうんうん、出来上がったスモールツイスト。うん、これちょっとあのそのターメリックのライスと、うんうん、カルダメン、カルダモンと、うん、ちょっと待って、カルダモンとあれ何やったっけな、ちょっと待ってください頑張るから。クミン、クミンやな、はい、と、まあ、そういうスパイスの香りがすごいもう脳天を貫くような香りの強さ、うん、これでもフレッシュじゃないと、フレッシュっていうか、うん、まあ、これ僕も前言ったかもしれないですけど、うん、普通のなんか科学的に作られたやつとかでは絶対出ない香りの出方なんで、うんうん、ちゃんとしたハーブを使ってるっていうことなんで、うんうんうん、やっぱこれって企業努力でしかないですよ。味は最高やもんなこれ。あのでも、うん、味より僕香りを評価したいです。ああ香りか、はい、ね、ごっつい回すね。山ってほんまなんか前も言った気するっすけど鼻がバカになるんですよ。やっぱ香りのいいものを食べたくなるんですけど、やっぱこういう香りがすごい立つ食事っていうのはすごい、うん、あの心にいい、うんうん、今ここは安全な場所にいるんだと、うんうんうん、危険は今はないんだ、だからゆっくりしようっていうような気持ちにさせてくれるような、うんうんうん、食は娯楽なんで
すごいな、このパーンと鼻に抜ける感じ、はい、味が美味しいのは当たり前なんですよ、正直、うんうんうん、フリーズドライの技術があるから香りが立つっていうのがすごい。今回は切れたけど、はい、ボトルにスモールツイストのステッカー貼ってるぐらいちゃんと応援はしてるからね。ごちそうさまです。あなたでも今日えげつないレイヤリングしてるな。まず外に、うん、このレインウェア、うん、コロンビアで、その次にマムートの河川の、アルブラ、アルブラで、次 LL ビンのエアロゲルベスト、エアロゲルのベストにパフキンカイロインストール、うんうん、してこの中にマムートパーテックスイクリブリアム、はい、何ジャケットやったっけ、グライダージャケット、グライダージャケットで、ファイントラックのメリノスピン、メリノスピンですね、うんうん、ゲント機用の、うんうん、で変態、うん、まあそうですね、変態者もうさ、はい、おとなしく家おれやあのでも、ま、暑いんですよ今そうやんな頭も、うんうん、これでしょ、ガラクラバやろ、でこれにフード30ぐらいやろ、そうそう、これにこうしてこうしてるんで、こたつ入っとけやってなるもんいやめっちゃ暖かいですよ今、気温多分氷点下かな、そうやな、もうそうやろな多分、こうやって暑いなと思ってあ逃がすレベルで、いやでもこれは、うん、心と体が暖かいからですよ、心を温めてもらったもんね、ぬっくい、うわ、ドルフのブートキャンプ、なんじゃこれ、起きてる、おいおいっす、でも7時出発っすよ、オッケー、ダメっすよ、いや俺まだ当分外出る気ないで、いや無理ってマジでダメです絶対ダメ絶対、あの俺のさ、はい、テントというかタープの中、はい、雪積もってるわ、ああそうでしょうね、でもな、はい、やっぱりビビーのおかげで、はい、ビビーの中はほんまにホカホカで寝れた、へえ、やっぱ最強やでビビー、アイディアを生むかもしれないですね、うん、いやめっちゃいいっすよほんま、えんかペース？はい。行きますか。忘れ物はないるパン？嫁があん時の翔吾の顔好きでな。行けるっすか？大丈夫よ。ルパン。僕飛び込まなあかん方ですか？いやもう不快である、乗っても地獄、うんうん、乗らんくっても地獄、あいいっすよねドルフ氏は、なんで言うだけ、いやおしょうごもなんか降ったらいいかな俺がそんな顔になるようなこと、怖い、やり返されるのがまあ俺ルパン言ってたらいいだけやからな、ほな念仏坂ルートで、はい一気に降りろぜ、降りましょう、はい、予想外の
降雪積雪で楽しかったっ、ね、楽しかった、マイナス5度これぐらいの積雪やったらタープ泊ができるというナレッジができましたね。いやでもそれは真似したら危ないですからね。そりゃそうじゃないですか。それは相応の準備と装備と整えてさ、てんてんってやってくださいよ。十分な装備を持ってやっていますってドルフ氏は特殊な訓練を受けておりいや僕も全然寒くなかったっすけど。そりゃそうやろ、ダブルボールでさ、そんだけ着込んでさ、はい、寒いって言っとったらさすがに引退せえってなるやろ、はい、もうあの普通に9月頭ぐらいのテント泊の気分でした。ああ、若干暑いやん。あ、そうそう、若干暑かったっす。ああ、いやもう今回は絶対寒くないようにしようと思って。まあ人少なすぎてビビったけど、はい、ねえ、会いたかった人らにも会えてよかったっすね。うん、てかよう拾ってくれたなって思います。いや、ほんまにほんまに。まあそんな感じで、はい、念仏唱えておりましょう。ありがとう。いい薬ですって言うんかと思った。いやいや、お大さんはめっちゃいい薬ですよね。やっぱでも、はい、キャンプは冬やね。虫おらんしな。虫おらんし、あの汚れないしな。動物も怖くないし。そうですね。あのでもなんかこんなに外に来て、うん、野宿してんのに寒くないっていうのはなんかそのなんていうんですかね、ほらよくあのミリタリーウェアとかそうなんですけど、うんうん、これいつ使うねみたいなあるじゃないですか。ああ、レベル5的な。うんうん、でもそういうなんか実際に行使できる喜びはありますよ。ああ、あのほらこの道具の性能は丸々だがみたいな、いるいついるみたいなあるじゃないですか。あ、まあ N3B ほんまにいるシチュエーションって何って話だもんな。そういうことです。でも今日みたいなのやったらいるじゃないですか。N3B ってマイナス40度でしたっけ？あれアラスカとか、はい、あの飛行機の倉庫内作業員でしょ、はい、だから空中1万メートルの倉庫で作業する人らのマイナス40、50度の世界での話でしょ。あれ頭おかしいですね、うん、マイナス40度下回ったら眼球が凍りつくんでしょ。今回の俺の一番の収穫は、はい、レインスカートはあったかい。ああ、でもそれはあったかいですよ。あのなんかほらよく軍隊でもその辺まで覆うの多いです、うん、北欧系の軍隊とか、はい、あとあれやな、はい、セカンドギグに出てきたソ連兵が来てたな。ああ、ソ連兵は来てましたっけ。はい、あの国家機動隊まで言ってもらわな。あセカンドギグのって言うてんでも膝上まで守るのってほんまにいいっすよ。もうこれほんまにちょっとレギュラー入りになるわ。別に雨じゃなくても、はい、めっちゃあったかい。それなんででもあったかいんだ。でもあのあったかい空気が逃げないんですかね、その上着の。あ、俺上着が長いのもあるやろね。相乗効果は起きてるやろうけど、まあ、いかに冷たい空気が入らんようにするかっていう、うんうん、そこなんですね。よし、じゃあ、はい、安全に気をつけて帰りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。